皆さんこんにちは。こんにちは。もうすぐゴールデンウィークでしょ。暖かくなってきたし、お出かけするのもいいわね。お弁当とか持って行きたくなるよね。ああ、いいわね。外で食べるご飯は美味しいもの。今日は参考になるかと思ってこんなのを持ってきたのだ。結構厚いとんかつが入ったカツサンドね。これがトップバリューとは思えないよね。完全に油断してたわ。赤トップバのマークが入ってるじゃない。厚切りとんかつサンドボックスっていうのね。どう？美味しそうでしょ。新幹線の売店にあってもおかしくないわね。これで418円なの？この前食べたサンドイッチ2個より絶対こっちの方がいいわよ。トップバサンドに辛辣なご意見ありがとうございます。作ってるのはサンデリカなら事務所ってあるわね。サンデリカは山崎グループで、スーパーやコンビニにお弁当やサンドイッチを卸してる会社だね。サイズ感が伝わりにくいからジュースを用意したのだ。小ぶりなカツサンドなのね。閉店2時間くらい前に行ったら残ってたのだ。 30% 引きってことは300円しないのね。レシートを見たら292円だって。今回も中身を見ていくの？これはごまかしようがないと思うけど念のため確認していこう。そういえば奈良県に大仏プリンって美味しいプリン屋さんがあるらしいよ。去年リフであったプリンアワードに出店してたけど買えなかったのよね。ないと余計に食べたくなる人の差がなのだ。準備ができたみたいね。まずは中身の確認から。キャベツとかはなさそうね。すごくシンプルだね。じゃあ断面も見ていこう。綺麗な断面。カツにこれだけの厚みがあると他の具はいらないかもね。せっかくだから食べやすい大きさに切っちゃおう。それがいいわね。はい、オッケー。食べようかと思ったんだけど、一応重さも測っておこうか。 168g ね。じゃあ実食パートなのだ。今日はいつも以上に雑じゃない？いただきます。相当お腹が空いてたのね。ちょっと長くないかしら。やばいよやばいよ、すげーうまいのだ。空腹は最高のスパイスっていうものね。それもあるんだけど、このカツの食べ応えがすげーのだ。厚みがあるのに硬くないの。あとソースがなんかうめーのだ。市販のとんかつソースでしょうけど美味しいものね。冷凍とんかつなんだろうけど、どこのメーカーかな。すごく美味しいのだ。そろそろ星評価を聞いてもいいかしら。これなら定価でも星5だね。千切りキャベツが挟んであったら最高だけど、水分が出ちゃうから難しいよね。これは一度食べてみてほしいのだ。今日はベタ褒めね。とんかつソースはダメだね。人を狂わせるね。今日はこのあたりにしましょうか。それでは皆さん、ごきげんよう。